しゃべくりまつしろ始まるよ。こんばんは。7時になりました、今週のしゃべくりまつしろ9月5日第45回になりますね。毎週ですね、この時間は生放送でお送りしております。ですね、今日の夕刊を持ってきたんですけれども、今日の夕刊の一面にですね、信濃の毎日新聞の一面なんですけれども、台風12号、2004年以来の最悪の被害ということになってますね。死者27人、不明51人とありますね。28人になったんですか。最新情報ではね、なんか28人になったそうですね。いや、大変な被害ですね。まだですね、今度は明るいニュースなんですけども、勝ちましたね。サッカー勝ちました。オーストラリアに1対0。いやー、すごい3連勝ですね。すごいですね。そうですね。いやー、市川さん、はい、紹介しない市川さんが言っちゃってですね、紹介してから言わなきゃいけないですね。市川さん、すごいですね。今日はですね、そういうことで、松代がですね、大好きな市川さんをお呼びしました。市川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで市川さんって松代の人じゃないんですよね。どうして松代来たんですか。生まれは長野市内の鶴ヶ奈瀬ってとこなんですけど、私次男坊なもんですからね、その自分の墓地をどっかにないかなって探してましたら、ちょうど金井山っていう電鉄線の駅のすぐそばにある大宝寺っていうお寺があるんですよ。ですか。そうですね、その大宝寺のお寺をから言われて見に行きましたら、気に入ったことがあったんですね。何。真白藩の真田家の初代の、真田信之公のお墓がちょうどその真ん中にあったわけです。私は歴史が好きなもんですから、その墓を見て、あ、これは素晴らしいということで、たまたま総道宗っていう、宗派も同じだったんで、それで購入して。即購入。そうです。そうしましたら、いいですね、それから2年後にね、なんと真っ白観光センターっていうのが真っ白の真ん中にあるんですけれども、この観光センターが売りに出たわけですね。でそれを何気なく見に行きましたらね、正面にその真田邸がドンとあったわけですね。これ有名な。そうです。一目見て気に入っちゃったんですね。それで即購入して、すでに8年経過しております。8年、はい、8年。そうです。市川さん、何でもすぐ購入したんだね。そうなんですよ。やっぱり気に入っちゃってね。気に入っちゃうと。でね、私65の時にね、息子たちにその台を譲ろうと思って、でその本店が押島田町にあるんですが、その押島田町を息子たちに譲って行こうかなと思っていた矢先に、この話が出たもんですから、もう渡りに船というか、それで購入したのがきっかけですね。はい、それで松代に出したと。そうです。いうことが8年前に。はい。それで市川さん、松代がね、はい、お好きだということなんですけど、松代の何が好きなんですか。なんか人間、やっぱり人間もそうですし、歴史がありますよね、それから名所旧跡の数々、それから素晴らしい、そのこれ失礼ですけれども、たった2万人足らずの人口の中にね、何十人もの、ね、素晴らしい人を輩出してるわけですね。これはね、他にはないですね。城下町でも本当にそんな大きな城下町ないんだけれども、これだけ素敵な人材を輩出したところっていうのは、まあずっと周りを見てもありません。これはすごい町ですね。しっかり気に入ってます。特にお好きな方は。それはもう佐久間象山先生から、あと女優の松井須磨子さん、それから同様の作詞家、作曲家の皆さん、そういう人たちがもう続々と挙げればキリがないほどね、ほら、あそこの富岡製糸場を作ったのに行って、そこで勉強したエイさん、横田エイさん、後の和田エイさん、こんなね、まだ15、6のお嬢さんがね、あれだけ遠いところへ歩いて行って、そしてその近代的な設備を持ったその製糸工場で、もう立派にその成し遂げたわけですね。そのここにありますね。
業績を上げて、そして松代へ帰ってきて、六甲社でしたかね、製紙工場を作るわけですね。これは素晴らしい人ですよね。こういう人をどんどんと出してるわけですね。今も実家ありますね。今そうですね、横田家ありますよ ね、 ね、 はい、ね、またね、ぜひまた皆さんもご覧ください。そうですね。で、そのようにね、お好きな、松代なんですけれども、はい、何かこの活性化するにね、なんか強い思いあるそうなんですけど。そうですね、なんですか？やっぱりね、うん、今そのこの町歴史があるっていうことは、逆に言えば非常に保守的な面もあります。保守的、新しいことをやろうっていう意欲が若干欠けているような気がしますね。だけど今の夢空間松代のね、うんうん、の人たち、あの活躍、それからもう一つは人力車で、お客様を案内しているあの松代藩の人たち、新しいその息吹がどんどん感じられてます。夢空間は 何を感じますか？やっぱりいろんな新しいことを取り入れていくんですよね。どんどんと、例えば町の中 の武家屋敷のお庭拝見だとかね、それから潜水の、つまり泉ですよね、そういったことの調査と、それと研究と案内ですよね。これはね、なかなかね、この保守的な町にしては珍しい試みですよね。素晴らしいですね。ただ残念なのはね、潜水の町、つまり水の町だって言いながらね、水が汚いんです。そうだそうですよ、汚いんですよ。どういうことかというとね、飛騨高山やね、郡上八幡へ行くと水がとうとうと流れてるわけね。その水がきれいなんですよ。人っていうのはな、その水の流れとか、動物の姿、可愛い動物の姿とかいうものに癒されるわけでしょ。これがね、なんとかならないかなって常日頃思ってますね。あと人力車もそうですね。そうです、人力車はね、そこら中でやってはいますけれども、真夏の暑い中をね、お兄さんたちがね、一生懸命お客さんに呼びかけて、で人力車に乗ってもらう努力してるんですよね。これは素晴らしい。なるほどね。ということで、松代にね、観光客を呼ぶためにですね、なんかいろいろお考えになったそうなんですけども。そうですね、まず一つはね、名所旧跡がいっぱいあるんですよ、はい。もう古くは千数百年前の渡来人による大室古墳群ありますよね。そうですね、これは、この周辺でもあまりない500何十基あるそうですね。ですね。それが連綿とこう真っ白の町の中に伝わって現代に至ってるわけですけれども、多分彼らはその大陸の農耕文化とかね、あるいは狩猟の文化とか、それから牧畜とか、いろんなことをこの町に伝えてきたと思うんですね。だからそういうものを生かす、何かこうそういうところを回って歩くシステムが欲しいですよね。ただ道路が狭いんです。これはちょっとね、残念ですけれども、でもそれは何とでもなることだと思うんですね。それからやっぱり集客ということになりますと、お伏せ町みたいにね、失礼だけど歴史も文化もそんなにあるわけじゃないと思うんですね。だけども町づくりっていうのは素晴らしいですよ。お伏せに対抗して、だからね、お伏せに負けてるんですよ、こんな素晴らしいね町が。これ悔しいですよ、見てて。で私もね、この町に骨をずもりつもりでいるんですがね、やっぱり方でもね、そうそう、文字通りそうですよね。そうです。だからやっぱりね、このお伏せに勝つには何があるかっていうとね、名所旧跡とかね、あるいはその古代の文化から始まって、昭和のいろんな問題あったけれども、地下壕だとかね、真田邸だとかね、文部学校とかいろんなものをね、こう有機的に結びつけながら、なんとかその生かしていけばいいんじゃないかなといつも思ってます。そうですね、素晴らしいですね。ただうちの場合はね、自分のところで人のことばかり言っちゃいけないんで、自分のところで何かお客が喜んでくれるような試みができないかということで、実はお焼き道場ってやってますね。それを全国の学校の PTA の人たちに案内を送ってやってます。それからもう一つは、月に一遍歌声喫茶をやるんですね。そうするとこの町のお年寄りがね、
はい、それは歌はまた後で歌声喫茶はね、あのお年寄りがとっても喜んで参加します。毎年毎月だから、ぜひねこういうことで町そのものが元気になるような、そういうことをしながら、あの町が元気じゃないと来てくれたお客さんだって元気にならないですよね。これをやりたいです。ちかさん、はい、そんな元気なちかさん、はい、最後は大変ご苦労されてる。いや笑っちゃう。いや実はね、なんか泣くような話じゃない。だいぶ苦労されてる。もう昔のことですからね。忘れちゃった。いや忘れませんよ、ね、はい、あのね、うちは貧乏、貧乏人の小沢さんで、親父がありがたいことに借金いっぱい残してくれたんですね。それをね、返すために一生懸命頑張らなきゃいけなかったんですが、なんたって親父が二十歳の時に死んじゃってますから、だから私はその親父が死ぬ前から親父の仕事を手伝ってたんですね。ところがその一生懸命作っても作ったものを、そのなかなか生菓子屋だったんですけど売れないんですよ。で売れないからね、あの配達に行くと、まだ中学の頃ですよ、自転車で真っ白に来ました、とね、残ってるんですよ前の日の生菓子が。それをね、新しい菓子と交換して持って帰るわけですよ。そう、親父が悲しそうな顔するんだよね。それからあのお砂糖をね、1貫目とか2貫目ですよ当時は、買いに行くんですね、自転車で。そう、自転車の荷に積んで帰ってきて、親父帰ってきたぞってやったら、その紙の袋なんで全部こぼれちゃう、空っぽだったんですね。空っぽだった、ない金をね、一生懸命親父用意したお金を持って落としちゃったの。落としちゃったんだ。落としたっていうか落ちちゃったんですね。あ、だから道路に撒いてきちゃったんですね。あ、紙の袋で。そうです、あの側溝に穴開いてて。そうです、道路に振り撒いてきちゃった。そうなんです。だからね、それ今も思い出すとね、辛いね。泣いたね。親不孝だったね、俺もね。お手伝いさんだからしょうねえね。厳しいね。厳しいね。まあ、苦労されたんだね。あと笑っちゃう。なんかいろいろうちのお宅のお手伝いもなんかいろいろしたみたいな。そうですね。とかさすがちゃった。そうですね。私あの小学校の時に登校拒否やったんですよ。あら、まだ戦後間もなくね。登校拒否。登校拒否って、あの私は親機の元祖なんですけれども、登校拒否の元祖なんですよ。戦後ね。そうです、先駆者。でもね、あの仲間にそういう子を持った親御さんいるんですよ、話したんです、俺がこういうことをしたのに、なんとか今20人30人40人で人を働いてもらえる場を作ったじゃないかと、諦めちゃいけねえと、絶対良くなる。俺が登校拒否の先輩だから。そうです、そんな人間でも頑張れって言うんだと、これ言うんだよ。泣いてるんじゃない、大丈夫いる、大丈夫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 。俺市川さん泣かしちゃったよ。あ、やべえ、困っちゃったな。泣かないでくださいよ。わかりました、すいません。じゃあ、いや、こんな市川さん俺泣かしちゃったところで申し訳なくて、それじゃあ、あのなんか市川さん、そんな市川さんって歌上手みたいじゃん、はい、いや上手っていうかね、歌、え、なんかそこら中のグランプリ総なめだったって言うじゃないですか。そうだね。本当なの。本当ですよ。本当ですか。うちの店にあるけどね、盾や、それからあれがありますよ。あの例えばあの家族揃って歌合戦でね、うん、え、出たの。出ましてね、最優秀取りましてね、あの NHK のカラオケ大会もあったんですね、昭和50年代、それもやっぱりあの優秀なってことで最優秀賞取りました。で、なんか五木ひろしと競争しちゃってじゃん。それがね、わかんないんですよ。昭和45年か6年頃ね、その、ロイ・ジェームス の、ね、あの番組に出たんですね。ロイ・ジェームスのその時にね、11人で9人抜いて12人目で負けたんですけど、その時に松山さんって人が出て、はい、松山そうですか、はい、それがどうもその後で聞くと五木ひろしじゃないかっていうんで。あ、そうですか、はい、いやすごい。あ、歌、あ、もう時間ないですよ、歌聞けないですね。結構です。どうで、いや、なんかこれね、俺変なことをお聞きしちゃって、ね、申し訳なかったんだ、はい、あの千賀さん、最後になんか一言、その松代の人、それから松代出身の人、全国の皆さんに一言、時間ないそうですんで、ぜひこの町へ来ていただいて、この町の良さを知ってもらいたい。もうちょっと、皆さん、もう一言、はい、それともう少し、なんていうかな、町の人たちももてなしの心をね、
旅から来たお客さんに分かってもらうように、ね、やっぱりこう開いてもらいたい気持ちを、はい、じゃあ、 内川さんね、はい、お言葉の通りですね、皆さん私も含めて頑張らなきゃいけないですね。はい、内川さんすいません、今日ありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、来週のしゃべくりマスターは、ね、若い女性がたくさんいて私やりたいんですけどね、二本松さんがね、パーソナリティーでね、将来渡しやますね、すいません、渡します、お願いします。しょうがない、受けました。違うか。次回は46回、37回と41回でもご紹介しました清泉女学院短期大学の、まあ、こちら清泉女学院短期大学の森田ゼミと、それから武田ゼミ、ね、お二人の活躍の様子を、9月の18日がいよいよ本番になります。でこの本番に向けて最終段階の詰め、これで、ご紹介ということで、ね、今日は、森田ゼミの方を代表してお二人に来ていただいております。41回も出ました大宮千夏さん、そしたら近藤郁美さん、はい、じゃあ来週はですね、武田ゼミと森田ゼミ合同で松代の街歩きイベントについて最終の発表をしたいと思います。来週に私はちょっと言ってない私じゃなくて、今回はつかっちゃんとみほちゃんが出てくれます。それではね、18日が本番、そして46回は12日の月曜日、来週の月曜日、はい、今日お呼びいただいた石川さんの会議、彼氏の親子の会議、また皆さんにその活躍ぶりを最終発表ということで、します。お楽しみに。楽しみに。
I'm not afraid to die.